今から、グレーエンゼルの淡水浴を、始めたいと思います、あれ、あ、でもうんちか。うんちが出てきてるんか。うんちやな。あ、大きいのおる。これや。これ大きいですね。これ大きい。これ大きいな。これ多分寄生虫かな、これ。寄生虫っぽい。どうやろうね。あんま出てないか。まで何分？あ、もうすぐ5分か。うん、あ、これは1個出てるな。1個、2個。3個、やっぱゼロではなかったな。
はい、もしもし。うん、おはよう。うん。明日ね、ああ、8時空いてるよ。うん。うんうん、うん、了解。まで、もうすぐ6分か。そんなでもドバドバ出てくる感じじゃなさそうやね。でもゼロではないな、これも1個何個か出てるね。出てるか。たくさんは出てないですけど、何個か出てるな。1個、2個、3個。何個かな。7分か。あ、でも、あ、違うか。うんちかな。そうやねんけどな。まあでもこんだけ泳げてるっていうことは寄生虫がどうのこうのしてる段階じゃないっていうことで、そうやね。まあ、この段階でしといてもよかったかな。前回の淡水浴が、グレイグレイ、6月6日そやね、6月5月24日と6月6日に2回してて、そん時は出てたんかな。出てたね、一応出たね。2回目はね、そんなに出なかったんかな。6月6日の時は終わりには10匹も出てないな。今で8分か。体大きいからなあ。出てきて、出てきた。エラから1匹出てきたな、今。ほい出てるか。ほい出てきたね、今やっぱり。たくさんは出てないけど、あ、でも出てきてるか、一応。すぐ10分か。出るかな。どう？もう出るんやったらもう出てるよね、多分。うんちが出てるんか。あ、でもふん詰まり、うんちいっぱい出てきてるな。
水回りとかも解消されるからね、淡水浴は。だしだし、うん、寄生虫はほぼ入ってないな、この感じだと。うん、今出てんのうんちばっかしやもんな。出てるか。どうやろな。もう11分か。出るかな。出るんやったら出てるもんな。15分でやめとこか、この子もな。もう最初にできた分で結構出たような気がすんねんな。12分か。13分までやったらもう寄水にしようかなあ。あんまり出てこなかったね。それはこれでよかったな。いやー、最後すごいうんちがいっぱい出てきましたね。だいぶお腹の中でね、ちょっと詰まってたんかもしれないです、まあ、今回はね、多分何匹ぐらいかな、少しねうんちとかも混ざってるので分かりにくいんですけど、多分大きい寄生虫が10匹ぐらいは、エラから出てきたと思います。今回はグレーエンゼルの淡水浴13分かな、13分、寄水含めて14分、5月4日にしてみました。1年ぶりです。してよかったかな。